はい、こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、ファンキースパイクデラックス版です。やはりいい感じでカシャッカシャッと変形しますね。はい、続いてこちらが、はい、おなじみのカリカリです。食玩カプセルがこのタイプですね。カチ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 と変形します。中を見ると可動部のギミックはないんですね。ここのグレーのパーツだけで全てができちゃってる感じです。続いてこちらがデラックス版。変形機構を見るとやはり中身が違います。2つを比べてみると全然異なります。だけどこちらのガシャポン食玩タイプの変形機構をデラックスに近づけたいなと思っている方がいるのではないでしょうか。てなわけで分解してみたいと思います。まずは4箇所ネジを外すとカバーがパコッと取れます。外した認識ピンの方は今回は不要ですね。さあ、そして本体見てみるとこのような形状になってます。回してみます。やはりグレーの部分が肝です。なのでプラスのネジを2箇所緩めて外します。はい、分かりやすくネジも外してみました。カチカチ音が鳴る部分がここです。回すとこういう仕組みですね。はい、中のリングを取り出してみるとこのような形状です。中にはギアが入ってて、ここの突起2箇所ありますよね。この突起が引っかかってカチカチとなります。ギアを見てみると先ほどの突起がここのへこみですね、1箇所1箇所に合致してカチッカチッとなっていく仕組みとなってます。ですのでデラックス版に近づけるにはこのギアのへこみを埋める必要があるんです。ちょっと現実的ではないですよね。ちなみにこの状態でボディを取り付けてみると全くロックしないためにいい感じでシャラシャラと回ります。面白みも何もないですね。逆にこれ壊れてんじゃんって状態になっちゃいます。わざわざ分解してこのような状態にする意味は全くないですね。4箇所のへこみを埋めればいいんですけれども、非常にこれがまた難しいんですよね。パテやグルーガンなんかは間違いなくすぐ取れます。新たに樹脂を成形してこの部分のパーツを作るのが一番早いのかなとも思いますが、それだとデラックス版何個買えるんだって話になってしまいます。そして車両工法も一応取ってみました。このパーツだけでカチ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 となります。やはり今マジックでちょっと印つけたんですが、この黒いところ4箇所、この溝を埋めることによってデラックスのようなバネの感触はないものの似た感覚にはなるんじゃないかなっていうのがあります。やはり先ほども言いましたが、埋めるっていうのは非常に現実的ではないですね。溶かして成形、型取りして成形とかいろいろあるんですが、そこまでする価値はあるのかなっていうのが正直思います。ちなみにここのプラスネジを外すことによって問題の部分が取り外しできますね。これを型取りして新たなパーツを作るのが一番早い気がするんですけど、果たしてそこまでする価値があるのか。でもせっかくなのでちょっと削ってみました。まああまり効果ないと思うんですけれども、丸っぽい形から四角っぽい形へ削りました。はい、ということで取り付けてみました。やはりほとんど効果はなさそうです。ちなみに回してみると、あんまり変わってないですね。ただ元の状態よりかは柔らかい、デラックスに近づいたっていう気はしますけれども、ほとんど意味がないです。溝をきれいに埋めるか、はたまたパーツを作り直すか。でもそこまで時間をかけてこれに近づける意味があるのかなっていうのが正直なところです。今現在ドライブ玩具ってものすごく値崩れしてますよね。アマゾンとかだと 60% オフとかあったりしますので、新品で買っていらない武器とかは処分しちゃうっていうのが最短な気もします。確かにネットオークションとか覗いててもシフトカーだけ抜かれた武器とかもかなり売り出されてますよね。
あと数ヶ月もすれば中古屋さんには山ほど積まれてるような気もします。個人的な見解ですが、バラしてデラックス化に近づけるっていう工程はやるだけどうなのかなっていう気はします。少しでも参考になればと思います。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。